ペンタゾールの構造式ペンタゾールは骨格が窒素原子5つからなるイン管の方向属化合物である。ペンタゾールは分光学的に生成が確認されているのみで単理はなされていない。水素が置換された誘導体で現在単理されているペンタゾール誘導体はアリール元を持つもののみである。アルキル誘導体は知られていない。アリールペンタゾールも不安定であり、 徐々に窒素分子を放出してアリールアジドへと分解する。ベンゼンジアゾニウムカチオンに対しアジカ物イオンを作用させると窒素ガスを放出してアジカベンゼンが生成することが知られていた。1954年に K. クルーシアスラはこの反応機構を同位体で標識した化合物を用いて研究し途中でペンタゾールが生成してから 窒素分子を放出して分解する機構を提案した。1958年にアイウギラは蒸気の反応を用いて反応中間体の4フェニルペンタゾールを単離することに成功した。得意な構造である上に不安定な化合物であるため構造の確認はずっと後になってからなされた。1983年に摂氏145度での X 線結晶構造解析により 4. フェニルペンタゾールの構造が確認された。また1985年には 15NNMR による構造確認も行われている。アリールペンタゾールはジアゾニウム塩とアジ化物イオンの低温下での反応で合成できる。この反応はアジ化物イオンの負荷、寒化の2段階で進む反応と考えられており、寒化が起こる前に窒素分子を放出して、 アリールアジドへと分解してしまう経路が存在する。そのため、純粋なアリールペンタゾールを得るのは容易ではない。ムチカンのペンタゾールは、ペンタゾールを引く摂氏40度で、硝酸アンモニウムセリウムにより酸化してン、メトキシフェニル元を脱保護することで合成されたと報告されたが、現在では疑問視されている。フェニルペンタゾールの半元期は摂氏0.8度で15分程度とされている。 安定性が高いとされる4フェニルペンタゾールでも摂氏50度で分解するとされている。分解が発熱的でガスの発生を伴うためペンタゾール誘導体は高い爆発性を持つ。また分解後に生成するアジドも爆発性がある。このためペンタゾールの合成には最新の注意を払う必要がある。プロトンが脱離し影オン化してペンタゾーリル。 影音となることが分かっている。トルステン・シュローは、ラルフ・ハイジャス、ステファン・シュナイダーカール・オー、クリースタ、ザ・レース・フォー・ザ・ファースト・ジェネレーション・オブ・ザ・ペンタ・ザ・レイト、アニオ・ン・イン・ソルーション・イズ・ファー・フロム・オーバー。ケミカル・コミュニケーションズ・ドイ、10.1039、b 4 1 7七1 0 e h t t p コロンスラッシュスラッシュ XLINK.RSC.ORG スラッシュ、X L I N ドイ,イコール b 4 1 7 0 1 e ありがとうございます。